文学チャンネルトラリンタン文学作品1分紹介。今回は志賀直哉の城崎にてです。電車にはねられ怪我をした主人公は城崎温泉で養生します。一つ間違えば死ぬはずだったので死に対する親しみを感じています。するとある朝、一匹の蜂が死んでいるのを見つけました。主人公は死の静けさと寂しさを感じます。また川沿いを散歩していると、首に串を刺されたネズミが逃げ回っていました。死の前の苦しみを見て恐ろしさを感じます。それから小川の上流で一匹のイモリを見つけます。驚かせてやろうと石を投げると、偶然にも命中してイモリは死んでしまいました。偶然に死ななかった自分と偶然に死んだイモリ、主人公は寂しい気持ちになり、生と死にはそれほど差はないと悟るのでした。生と死の意味について考えさせられます。皆さんもぜひ読んでみてくださいね。トラリンタンでした。